回の反応、鎌田大地がクリスタルパレス移籍間近。現地サポの反応がこちら。これはパレスにとってとても大きな補強になるわ。パレスがすごいことをしてる。鎌田はファンタスティックな補強だよ。驚異的な補強になるわ。うちがエデカオリーゼを失ったら特にだ。これは素晴らしい補強になるだろう。鎌田が1年間の契約延長に乗り気だったのに、ラツィオがこれを逃してしまったのは驚きだ。ラツィオのサポーターは怒っているに違いない。移籍市場が開く前から2人と契約する？うちが必要としてるポジションで？俺のクラブに何が起こっているんだ？クリスタルパレスは鎌田とジョーブ・ベリンガムを獲得する。セルハーストパークに特別な何かが築かれようとしている。グラスナーがサッカークラブを変えた。グラスナー監督の改革だ。これこそがうちがいつも振り返ることになる本当の黄金時代なのかもしれない。ブリリアントな補強だ。でも、これでエデは移籍だと思う。エデは行き先を選ぶだけだと思う。チェルシーもスパーズもパレスが望む額を喜んで支払うという話がかなりある。来季のクリスタルパレスは恐ろしいことになりそうだ。クリスタルパレスは素晴らしいものを築きつつある。2025年にはヨーロッパの舞台でプレイしているかもしれない。来季のグラスナーのクリスタルパレスは1号16のラニエリ・レスターになるかもしれない。とてもいい補強だと思う。我々は彼を歓迎する。